持ってきたものをケイちゃんに移してもらおうという順番でございますが、はい、カメラマン準備万端です。来ましたか。はい、今日持ってきたのは懐かしの花札です。おー、花札です、はい、これね、これ懐かしいでしょ。ナポレオンのこの蓋の上の絵、はい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 、ね、昔高かったかな。これ印紙がなんか貼ってトランプ税とかあったやろ。トランプも高かったやろ、高かったと思うんですけど、うん、自分で高いトランプや花札を買った覚えがないですね。ところがもう最近は100均で売ってまして、あららららら、100均で花札売ってますね。100円やで、ほいでわー言うて買うてきたんですけど、うん、なんでや言うたら、今ね、そのダイエットするときに、うん、食後2時間は谷さん起きといてくださいよ言うて、はいはいはい、うん、寝てすぐに食べてすぐに寝んといて言われて、うん、2時間もどなし起きる言うて、時間を潰さないといけない、花札でもするしかないなあいう話になってちょっとお正月引きずってるかもしれないですね。これ紹介で今イメルダさんと食後にいつもやってるんです、花札を、はい、仲良し。いや、ほいでちょっと次おでもでちょっとでもそれでも30分か40分伸ばしてね、うんうん、時間をね、はい、寝るまでの、ほいでちょっと100均でも売っとんで言うて、いや100均かほな一つ買うとこか言うて、うん、ね、予備にもういう意味で買うてきたんですけど、これがおもろいのが、はい、あの模様ね、花札の綺麗なな、うん、キリとかシカとかイノシカチョウのね、ありますやんか、ね、それもちろん同じ図柄なんですけど、これを比べてたら微妙にちゃうねん。ほいでやっぱりさすがあの100均の花札でやったらテンション上がれへんねん。なんか映画ちゃうねん、迫力全然ちゃうねん。ほいでそれを今日はその動画で確認をしたいと思います、ね、いやそれ面白いですね。例えば霧20点ね、12月かずーっとこれ見てください。こっち側ね、あのオリジナルですけど、なんか微妙にちゃうでしょ。向かって左手の黒い枠の分がオリジナル、うん、これ100均の方が赤い枠の方ですね。僕が左手持ったやつね、うん、何がちゃうのやろ。この赤い、これなんやろ、竜みたいな、ちょっとちゃうやろ、うん、ね、色味も違いますし、色のでこが違うけど、だから例えば、ね、もっと細かいお顔とかが違いましたね。これね、これがね面白い。あ、つるなかったか、20点あった、つる20点ね、1月、はい、じゃーん、ね、ちょっと間違い探しみたいな感じやな。あー、本当ですね、確かに。よう見て、このつるさ、羽が全然違いますね。ちゃうやろ、羽のデザインちゃうやろ、細かさが全然違いますね、うんうん、ごっつ大雑把やろ、さっきの。ほんなら次、イノシカチョウのシカ、いやこれ面白い、色が違うね。まずシカの色がね、オリジナルオレンジやん。はい、オレンジ色です。そやけど100均黄色や、黄色です ね、 ね、これで何、足の形、後ろの足の形も全然違う。違う、なんかあの100均の方はなんか棒立ちって感じですけど、そう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 、本間物はしなやかな鹿を感じますね、うん、こんなんここまでコピーするのできっちりコピーしてくれたよかったですね。あと一歩なのに、うん、おかしいな。雨もな、雨もこれ、これ雨ってこれ誰かに撮ったやったから、あのカエルがなれ、あのと飛び上がれちゃな、あの歌うと作った人やんな、飼わず飛び込むですか、あれかな、ちゃうかな。これもほら何がちゃう、カエルちゃう、カエル、あ、カエルでしょ。あ、でもカエルの足の形また違いますわ。微妙に違うよ、微妙に。うん、なんか百均の方は折り紙で折ったカエルみたいな感じになってます。この違い微妙なんですけど、よう見たら飽きひんから、こんなんでも楽しんでおります。面白い。